どうも西村浩夫ですシリーズ「ウィークエンド西村第回」第260回10月の19日配信号となります、えー、今日は「韓国消滅と激動するアジア情勢」というタイトルで、えー、お送りします、えーまあ、先週申し上げたことと実はリンクしてるんですね先週はですね、えー、芸術を政治思想 を先導する道具に使うことはファシズムであるとということをお話しましまたそれはあの先週ちょっと言えなかったことなんですがあの要するにナチス・ヒトラーのです、ね、作った映画がですねよくやり玉に上がっていたものがありましてそれが NHK の今年の大失敗の大河ドラマとの関係があります。 えー、あれは要するに昭和15年の東京オリンピック招致の話も出てきますねそして、えー、その4年前の昭和11年のベルリンオリンピックの場面もあの大河ドラマの中に出てきます実はちょっと話ちょっと横見せれますがあの大河ドラマはまともな脚本とまともな演出だったらば、実は非常に、えー 大ヒットする可能性があったんですねそれを全部壊した、えー、脚本と演出が最悪だったと思います。で、え、は、ー、話戻しますと、えー、ベルリンオリンピックの記録映画で、えーまあ、有名な監督レニー・リーフェンシュタールという、えー、女性監督が作った「民族の祭典」というタイトルの記録映画があります。 そして第二次大戦終了後にですね一時期やり玉に上がりましてナチスを支えた芸術であるとあの記録映画がですねそれでリーフェンシタル自体も戦争責任があるんではないかとか随分そういう批判の矢面に立たされたんですがしかしあれは全く違います要するにどんな政治思想の下で作られたものでもですね要するに ナッツの理念を芸術によって支える映画ではなかったわけですねあれは要するにスポーツそのものそして肉体の素晴らしさそのものをリーフェンシュタールが描いた映画だったわけですですからスポーツの記録映画として画期的なあ芸術作品になり得たわけで、えー、そのリーフェンシュタールが撮った1941年の「の ベルリンオリンピックの記録映画に匹敵する記録映画はですね、えー、1964年まで待たねば出現しなかったわけですねそして、えー、23年後のですね、えー、1964年に市川ンが撮りました東京オリンピックが、えー、リーフェンスタールの民族の祭典に匹敵するオリンピックの記録映画になり得たわけです、えー、しかし 来年の東京オリンピックは記録映画を作るそういう計画がないということを組織委員会が発表していますそれだけ日本の現在のアートの力というのは衰退したということですねそれは間違いないと思いますですからアートがイデオロギーを先導する道具として 使われるとファシズムにしかならないわけでそれは政治思想に従属するということなんですねで、それによって生まれた愛知トリエンナール点表現の不自由点がですねこの韓国消滅と激動するアジア情勢と非常に関係あるということを今まで私の番組をお聞きになっていた方は理解して くれていいると思います先週お話ししたように、えー、愛知トリエンナーレトリエンナーレ表現の不重点によって隠されていた日本のその地下,地下のネットワークが見えてきたということを言いましたそれが韓国の消滅と激動するアジア情勢というものを反映しているわけですね。 1> 約1年前、去年の10月30日に韓国大法院、日本の最高裁に当たるところがですね、いわゆる徴用工として、韓国が裁判を起こしていた、保障問題の原告に勝利を与える判決を行いました。それは何を意味するかとというと 日本と韓国の外交関係の前提となっている日韓基本条約そして日韓基本条約が締結されるその前提になった日韓請求権協定というもので第二次世界大戦前のですね大東亜戦争前の日本と韓国の国家と国家の関係をきちんと国際条約で、えー 整理すると、その条約が日韓請求権協定であったわけですがそれを否定する判決を韓国が出したということはつまり第二次世界大戦後に誕生した大韓民国という国の存在自体をですね実は否定する判決であったということなんですね。ですから「韓国消滅」という言葉をですね今 いろろんなところで言ってます韓国が崩壊とかですねいろんな番組で言ってますいろんな雑誌で書かれてますですから目にしたことがある人は多いでしょうしかし私のように本質で語っている原稿や説明をしている人に私はまだ あったことはありません本質はこれなんですつまり大韓民国を成立させた大韓民国憲法は北朝鮮も韓国の憲法としているそういう前提があるわけですね韓国の憲法で北朝鮮も韓国韓国の領土となっていて韓国人の使う韓半島という言葉つまり朝鮮半島ですが朝鮮半島 代表する唯一の政権が韓国であると大韓民国であるというのが大韓民国憲法にうたわれているわけですね。と同時に、えー、日本の植民地支配ということを使ってそれを糾弾することも大韓民国の憲法で書かれているわけで、えー、大韓民国が成立したのが実は1919 19年なんだと今から100年前のそして えー、三一運動が起きたのはあれがその独立ののろしを上げた日本への反抗が始まった時で,でそれがずっと継続してですね、えー、幸福軍という軍隊ができて、えー、上海に臨時政府ができてそして日本と戦った挙げ句勝ったから大韓民国が出来上がったというそういう嘘の伝説で大韓民国は 実は成り立っていたわけですねでその矛盾を全部飲み込んで日本は韓国を承認したのが昭和30あ昭和40年の1965年の日韓基本条約だったわけですそしてその前提を実はムン・ジェイン政権が壊したわけですね日韓請求権協定もそこですべ、えー、て 解決していたものなわけですがムンジェインとしては北朝鮮の手先として韓国のまず憲法を事実上壊す必要があって日本と韓国の関係を事実上壊したいわけですねそしてその先にあるのは当然米軍基地がある韓米同盟をなくすことが今の大統領の目標なわけですね でそういう目標に向かって動いてるわけですから韓国が消滅するのは当たり前のことでそして先ほどお話したように東アジアの冷戦構造というものがですね日本の,その地下水脈の半島コネクションというものと非常につながってるわけですねいろんな意味でそれは北も南もつながっているからだから拉致問題が今から17年前にですね 小泉首相が北朝鮮に行って日韓基本条約に調印してあ日朝基本,あ基本いや日朝あ平壌制限です、ね、に調印してそして、えー、拉致被害者5人を奪還したにもかかわらずその後お家族が帰ってきたということはありますがあ一向に日朝関係がいい方向に進まなかった。それはなぜかとというと 日本に対して長期間行われた半世紀以上にわたって行われていた拉致という国家テロはですね実は日本の内部に根ざした地下のネットワークと関係があるからですねでそれと同時に実は南朝鮮韓国もですねそういった地下のネットワークが北朝鮮のネットワークとはある時は反発しながらある時は同調しながらですね 日本に対しての攻撃する意思をですね地下で密かに牙を研いで行っていたわけですねでそれが例えば在日韓国人の指紋・オーナツ拒否問題であるとかですねあるいは、えー、朝鮮学校の朝鮮大学の認可であるとかですねそういったものが 昭和40年代からずっと行われてきたわけで長いスパンをかけて行われていたことなんですねで、えー、朝鮮大学を各種学校として認可したのは見延知事見延都知事です1968年昭和43年に誕生した知事で石原慎太郎に都知事選挙で勝って当選したんですねつまり その時石原慎太郎は非常に若かったわけですねそれはどういうことかというといかに日本の言論空間が左傾していたかということですねそれと情報空間そのものがですねだから井上さんが都知事になれて石原慎太郎は負けてしまったようなそういう状況を作ったわけですね そしてそれを支えたのが日本のメディアでありそれは北朝鮮の機関事業も支えたメディアであるわけでえ特に朝日新聞があるいは毎日新聞がえ革新統制という言葉でまさにえ東西冷戦を反映するようなですね共産主義陣営とえ資本主義陣営そういった対決が 代理戦争のような形で東京都知事選挙で行われて実は共産主義側が勝ったのが見延都知事の誕生だったということなんですねそしてその当時から、えー、そういった朝鮮半島のコネクションというものがずっと力を持って日本に左右をしてきたわけですでそれが50年続いたいそして17年前の小泉包丁で 北朝鮮の悪事が日本中に知れ渡ることによってですね一部可視化してきたものがですねいよいよこの21世紀の今になって韓国そのものが大きく変化をしてきた北朝鮮に飲み込まれるような形で変化してきた中で改めて浮かび上がってきたわけです。それが今の韓国消滅と 激動するアジア情勢というものの姿なんですねじゃああとはここで,です